ハートビッヒ・ガウダーハートビッヒ・ガウダーは旧東ドイツの陸上競技選手。1980年代を代表する競歩選手で 50km 競歩を得意とし、1980年モスクワオリンピックの金メダリストである。ガウダーはまず 20km の距離からスタートした。1975年と1976年には東ドイツのチャンピオンとなり、 1978年にはトラックでの2万メートル競歩で1時間24分22秒7のヨーロッパ記録をマーク。1978年のヨーロッパ選手権で7位に終わった後彼は50キロメートル競歩へと距離を伸ばすこととした。そして1980年モスクワオリンピックでは金メダル獲得を果たす。4年後の1984年ロサンゼルスオリンピックは 東ドイツがボイコットしたため出場できず、連覇を果たすことはできなかった。ガウダーはその後も1987年世界選手権で金メダル、1988年ソウルオリンピックでは銅メダル獲得と活躍する。ドイツ統一後も競技を続けていたガウダーであったが、1994年に原因不明の体力低下が彼を襲うようになる。後に、養場において、 最近感染したのが原因の心臓病と診断され、心臓移植しか彼の助かる道はないことが判明する。1997年にドナーが現れ、移植手術を受け、リハビリを経て、日常生活に復帰した。その後、自らの競技経験と闘病生活での経験を活かしたパワーウォークを考案。普及のために本にもたびたび来日している。 2020年4月22日、人工透析中に人不全から心臓発作を起こし死去。65歳没。オリンピアシジャーバーストロベン、トラウアー、ウムガー、レジェンド、ハルトビヒグーダー。ライタスリーティックで2020年4月25日閲覧。ありがとうございます。